これだ。これは変わってるわ。リアルはじめの一歩、内田有紀。いじめられた経験から自分を変えるべく挑戦と行動を繰り返してきた。そんな彼の大人の楽しみ方に迫ります。この世界には無限の生き方がある。人生をめちゃくちゃ楽しんでる人がいる。そんな選択肢にあなたは出会えていますか？君が知らない人生の楽しみ方を、人生を最高に楽しむ人々から届けます。11年続けているボクシングと、ずっと昔からの目標であったパーソナルトレーナーの仕事の2つですね。ボクシングに関しては、ちょっとやそっとの努力とかじゃやっぱりうまくいかない部分とかがすごいあって、どんどん強い人が出てきて、どんどん対策とかされたりして、自分自身のやっぱり成長にもなるんですよね。やっぱりトレーナーの仕事は、その悩みがあってそれを解決してあげた時にありがとうっていう言葉を言われるのがすごく嬉しくて、そこにやりがいをすごく感じます。ボクシングに関してはうまくいかないことの方が多いんですよね。だし試合も4ヶ月とか半年に1回とかで、やっぱり試合はやっぱり勝った瞬間っていうのはすごく嬉しいですし、日頃の練習の中でもうまくいかなかったことがすげえうまくいくようになるとか、動きが良くなるとか、自分に変化を感じる部分っていうのはすごく楽しい部分なんですね。トレーナーの仕事に関してはやはりそこも自分自身が分からなかった知識がついて、お客様に還元した時にそれがうまくいって、でありがとうという言葉を言われた瞬間、でお客様の目標達成をした瞬間というのはすごく嬉しく楽しく感じます。どちらも共通しているのは体を使うということなんですね。やっぱり体のことをしっかりと知って、行くスポーツではあると思いますし、逆にボクシングというのは相手を壊すスポーツで、逆にトレーナーというのは相手を治す、どっちも結構その反対の立場ではあると思うんですね。反対の立場ではあるけど、共通して言えるのはやっぱりどっちも体のことを知ってて、どっちもうまくいった時にありがとうという言葉を言えること、ここだと思うんですけど、日常生活で言うんであればやっぱり全力でどっちも勉強して、どっちも還元していく、行動に移していくこと、これっていうのが中心になるかと思います。ボクシングをやろうと思ったきっかけは、ボクシング始めるまでずっといじめを受けてて、本当に仲間外れにされるとか、物がなくなるとか、昨日仲良くしてたやつが急に喋れなくなるみたいなこともすげえあって、こうなんかゴミ箱ひっくり返されて食えみたいな言われたことも変な話ありましたし、やっぱすごい、やっぱ中学の時がすごく、そんな3年間を過ごしてたんでめちゃくちゃ辛かったです。そんな自分や環境を変えたくてボクシングの門を叩いたというのはあります。トレーナーはもともと体育会系でずっと来てて、小学生の時はサッカーフットサルやってて、で中学はテニスやってたんですけど、やっぱり体のことを知ろうとしたりとか動きを知ろうとするとすごく楽しいなと思ったのがきっかけで、トレーナーの仕事いいなと思いました。ボクシングに関しては内藤大輔で、これが僕に影響を与えてくれた本なんですけど、内藤大輔もやっぱりいじめを受けてて、いじめられっ子から世界チャンピオンになってすごい自分が変わったっていうのを証明してくれた一人なんですね。でそんな先駆者が、僕がちょうどいじめられてた時にテレビに出てて、僕もこんな選手のように変わりたいってすげえ思ったんですね。心の底から思ったんですね。この本に出会って、で内藤選手の試合を見て、俺もボクシングやってチャンピオンになって絶対変わってやるって思って、それがやっぱりボクシングの出会いでした。スポーツトレーナーの方は、自分がいじめを受けてた時の当時の担任の先生が体育の教員の先生だったんですけど、やっぱりその先生は結構頼りがいがあって、自分のことを分かってくれた先生でもあったんですね。そういう優しい先生にもなりたいっていうのもありましたし、やっぱりそこも自分が体育スポーツに興味を持つきっかけの一つだったのかなと考えられます。見返してやるばっかですね。むしろその見返してやるっていう気持ちだけでやってきた部分っていうのもやっぱりあったんですよ。けどある時に気づいたのが、見返してやるっていう負のちょっとした負の感情っていうのがあるままではダメだなっていう時に気づいて、やっぱりそれっていうのがプロになってちょっとした後だったんですね。プロになった時、僕最初2勝3敗とかだったんですけど、そっからなんか見返してやるっていう気持ちから、俺はボクシングを心の底からやりたいっていう気持ちになって、それが就職した時だったんですね。でそこからボクシングへの気持ちというか考え方が一つ変わった部分があって、そこから A 級ボクサーっていうところも来て6勝4敗という数字まで来ました。
はりありましたね、はい。まあ、落ち込んだ時は、まあ、アマチュアで1勝7敗っていう数字が出た時、まあ、それがプロになる前だったんですね。プロで最初の2勝3敗っていう数字になった時、あとは6勝4敗からの7勝7敗っていう数字になった時ですね。負けるっていうのはやっぱり悔しいんで、結果の世界なんで当然悔しいですね。特に、まあ、アマチュアの1勝7敗の時なんかは何をやってもうまくいかなくて、どうすればいいんだぐらいの勢いだったんで、はい、もうめちゃくちゃ悔しかったです。一つはそれでも続けることですね。諦めないことですね。やっぱりそこで諦めてしまったら1勝7敗のまま終わってたんですよ。けど結局諦めなかったことによって、で行動し続けたことによって今の自分があるし、まあ、その中の僕っていうのは多少なりとも変わりたいっていう気持ちがまだあったんですよね。見返してやりたいって気持ちもあって、そんな自分っていうのはやっぱりその現状を変えたいっていうのをこう奮い立たせた要因にはなるかと思います。失敗したなーって時はこう練習に来てやるっていうのがただやるだけみたいなところになっちゃってたこともあって、こう目的がうやむやみたいな感じ、本当になんかこうやる気あんのじゃないですけど何がしたいみたいなことがすげーあって、気持ちが入ってないこととありました。まあ、一緒にトレーニングした時にちょっとこう気が抜けたとこがあったんで、めっちゃ説教したんですめちゃめちゃ夏の海のビーチでめちゃめちゃ説教した。人だったらちょっとこう不定されたりとかうるせえなんて思ったりもするじゃないですか。でもすごい素直にこう、はあ、なんかすいませんでした、僕が間違ってました、僕はこうでこうでこういう考えでだったんで今回変えてきますみたいな言って、もうそのすぐその瞬間から真面目に変われるところが、いや彼のこう成長していく段階で、うん、キーポイントになったんじゃないかなって思いますね、うん、いいやつですよまあ本当にめめしさもありましたし、もう見た目もすげえ弱々しくて、そもそも物事がやっぱりはっきり嫌だって言えないタイプでもありました。二言目にはごめんなさいごめんなさいみたいなタイプで、まあもともと親からのやっぱり教育が、まあ、ある、まあ、よく言えば厳しい的な言い方になるんですけどがあって、やっぱりもうとにかく謝るみたいな、理由はない、謝ってる理由が分かんないけど謝るみたいなのがやっぱり親の育て方の中であって、それがずっと引きずってたのはもしかしたらあるかもしれないです。自信がついたっていうのはありますし、はっきりやっぱり物事を言わないと自分が損をする、自分自身が変われないっていうのが分かったんですよ。優しい人とかっていう言い方にもなるんですけど、優しい人っていうのはやっぱりノーが言えないんですよね。断ることができないんですよね。ノーが言えないとどうなるかっていうと、いじめを受けたりだとかストレスを抱えてしまうことがすごくあるんで、はっきりできないものはできないと、まあ、もちろんあれですけどね、物事によってはすぐに言わない方がいいことってあると思うんですけど、そうですね、考え方が変わったのはやっぱりパワハラを受けた時っていうことなんですけど、仕事終わってねえのにボクシングの練習なんか行かせねえよっていう言葉も言われましたし、なんか朝早くから現場連れてかれて夕方クタクタになってこっち来るってこともすげえあって、すごいもう病んじゃってましたね。もうそのうつ病の一歩手前っていうところまで実は病院って言われてました。そうですね、やっぱりメンタルトレーナーとかがいて、そういう苦しい環境だとかストレスを抱えている環境なんかはやめてしまった方がいいと、自分がやめたいと思ったならやめた方がいいって言ってくれたんですね。やっぱりそれがきっかけでしたねその練習前のユーモアがめっちゃ増えましたねそうやって結構ゆきさん後輩の面倒見がいいというか、結構声かけて、なんか結構いろんな後輩同じ階級とかすごい仲良かったりして、うん、結構なんか自分からもやっぱ声かけやすくて、で結構なんかやっぱふざける感じもあるんですけど、練習の時はメリハリつけてやってるのが、なんかスイッチ入れ替わりとかっていうのもなんかすごい見てて面白いなっていう感じですかね。ターニングポイント3つで、まずボクシングを始めたことによって自分を取り巻く環境、自分と関わる人間で自分も含めて180度やっぱり変わって、例えば努力だとか頑張ってるっていうのが、それが、まあ、自分のやってきたことが普通だと思ったけど、それが普通じゃないんですよね。あ、まあ、自分のやってきたことがその底辺低いんですよ、レベルが。もっともっとレベルの高い努力をやらなくちゃいけないっていうのがすごく分かって、うん、それがやっぱり続けることっていうことも大切でしたし、だから11年ボクシングを続けてこれたっていうのも一つの理由なんですけど、うん、やっぱり努力の質も問われるし、まあ、量も問われるっていう部分がターニングポイントでもありました。転職したタイミングなんですけど、まあ、転職によって実はこのスポーツトレーナーになることができたんですね。それまではこう普通の建築系というか、あと半官半民みたいな感じの仕事で働いてたんですけど、もともと中学の時から
スポーツトレーナー、スポーツに携わる仕事ってやりたくて、一瞬夢を諦めて遠回りしたんですけど、もう一回この夢を叶えたいと思って行動した結果、まあ、スポーツジムで働くことができ、そこで声をかけてくれた人のおかげでパーソナルトレーナーっていう仕事がつくことができました。あとは A 級に上がった瞬間っていうのは、やっぱりその時は6勝4敗っていう数字だったんですけど、良くも悪くも実はそこはターニングポイント。その後実は、2連敗しちゃったんですけど、このままの自分ではいけないっていうところに気づけた。で、悪い意味で言うんであれば、今の努力のままで A 級になれたっていうちょっとした慢心みたいなのもあったんですよね。やっぱり悪かった部分で、まあ、考え方なんですけど、その慢心っていうのを知れたおかげで、今しっかり練習できるようになったっていうことが、またあと次の相手がランキングボクサーに、対戦することができるっていう、まあ、要因にもなったと思います。仕事をやる意味は、まあ、インプットアウトプットして成長していくっていうことですね。まあ、自分で勉強をしてインプットして、でお客様に対してアウトプットして、まあ、またその中で分からなかったことが出てくるはずなんですよ。それをまたインプットしてって、でまた提案してってやっていくと、どんどん知識がついたりとか、まあ、自分の成長になるわけなんですね。そこがやっぱりやりがいというか、仕事をやる意味になります。ボクシングもスポーツトレーナーもやっぱり分からないことがあったりだとか、まあ、うまくいかなかったことがあるとやっぱり落ち込みますし、すげえ嫌だなと思うこともすげえありますね。まあ、分からなかったことがあったらとにかく聞くですし、やってみるということも意外と大事だったりするんですよね。で、自分の中でしっかりと落とし込めるように聞きまくるし、周りの人に頼るし、でそれで実践していってみたいな感じですね。スポーツトレーナーに関しては資格をどんどん取って、どんどん仕事取って自信をつけていくってこと。ボクシングに対しては強い相手とやって自分の個を高めるってことなんですけど、次が9月16日に後楽園ホールで試合が決まってて、その相手が日本16位の相手なんですね。そこで勝ったら僕は日本ランカーになれますし、実はこの日っていうのは自分がボクシングのプロになった日なんですね。でその日に勝てば僕はランキングボクサーになれるんで、ある意味第二のボクシング人生をスタートする日でもあるんで、僕はこの日にかけてます。まあでもやっぱり決して才能豊かとは言えない、あの状態からプロボクサーになって、で、うん、C 級勝ち上がって、 B 級勝ち上がって A 級まで、そう、本当に正直、ここまで来たかっていう、やっぱ大したもんだと思います。もうこのまま突っ走ってもらって、まあ、今回が試金石ですけど、しっかりクリアできたらまた一皮抜けるんじゃないかなと思います。はい、行動することとはっきり言うことですね。嫌なものは嫌だとはっきり言うし、自分がやられて嫌なことに対して周りの大人とかに頼れないかもしれないし、恥ずかしいかもしれないし、怖いかもしれないけど、相談すること、自分一人でとにかく悩みを抱えないことっていうことが大切ですね。まあ一言で言うなら偉そうっていう言葉なんですけど、本当に偉そうにしてて、まあ、何にもしてくれなかったりだとか、もう物事命令するだけとか、とにかく本当にこう子供に対して向き合ってくれないような、まあ、大人だなっていう風な印象を持ってました。言葉を出すんであれば本田圭佑のような人間で、有言実行っていうことなんですけど、言ったらしっかりと行動するし、例えば行動できなかったりだとか結果が生まれなかったとしても、その努力をするっていうことっていうのができる大人、その人にこう寄り添ってあげられるような、優しい大人になりたいと僕は思ってます。100点満点ではないですけど、ないですし、まだまだ程遠いですけど、着実に一歩ずつでも、せめて1ミリずつでも近づいてるっていうことは感じます。それがやっぱり自分を取り巻く環境が変わったってことだと考えられます。行動することしかないですね。やっぱりうまくいかなかったりだとか、悲しいことがあったりとかして、もう落ち込んで部屋から出ないだとか、もうずっと悩んでしまうってことはすごく多いと思うんですよ。そうじゃなくて、うまくいかなかった、すごく悲しいことがあった、その経験からどうするかってことが実はすごく大事なんですね。その経験から何を得て、自分はどうすれば成長できて、どうすれば夢を叶えることができるかと考えて行動していくこと、でその行動がうまくいかなくてもそれは経験になるんで、今度は違うやり方があるって、どんどん行動のやり方が変わってくると思うんで、行動するっていうことしか僕はないと思います。そうですね、本当に
ターニングポイントじゃないですけど、何かうまくいくためのきっかけっていうのは絶対にあると思うんですよ。それが行動なんですね。行動しないとそのきっかけすら手に入らないんで、まあそれがボクシングであろうがなかろうが、まあどんなことでもあっても必ず行動すればターニングポイントがやってくるはずなんで、行動しまくってほしいというのが僕からのメッセージであります。あなたにとって大人の楽しみ方とは？変われることを楽しむということ。人は変われる。